過去最多となる41人の感染が判明した浜松市は、感染拡大が止まらないことから、先ほど、新型コロナウイルス感染拡大警戒宣言を発令をいたします。 浜松市の鈴木康友市長は午後4時から会見を開き、市独自の感染拡大警戒宣言を発令しました。市民に緊急事態宣言が出ている地域への不要不急の外出の自粛、大人数の感染対策が施されていない場所での会食などの自粛、基本的なコロナ対策の徹底などを呼びかけています。結果的に数が増えてしまっ。 感染拡大地域の知人とマスクなしで長時間通うし、その後、家族全員に感染が確認された事例などがございます。浜松市で感染が拡大した要因としては、ゴールデンウィークの県外との人の行き来にターンを発して、家族など身近な人との間での2次感染、3次感染が目立っています。他にカラオケパーティーやバーベキューなどでの感染例があります。 また、10代、20代の感染者が40%近くを占め、コロナについての正確な情報をつかみにくい外国籍の人にも感染者が目立つということです。飲食店への営業時間の短縮などは今のところ実施しないとしています。